はい、皆さんこんにちは、レック専任講師の海野です。今日はですね、レックで学んで、今年、令和2年度の司法書士試験に3回目の受験で合格された南雲さんをお呼びしまして、動機ですとか、それから勉強中のご苦労や、それから失敗点、成功点等について、貴重なお話をいただこうと思います。それでは南雲さん、ちょっと簡単な自己紹介をよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。南雲です。私は会社に勤めております。で、当年53歳でございます。で、これまではずっと管理職でやってたんですけれども、数年前に部下を全部取り上げられてしまいまして、で、私、一人で仕事をするというのはそういった環境に置かれてしまいました。まあ、ここのような環境になりますと、まあ、数年以内にリストラされる可能性というのも出てまいりますので、会社に依存しなきゃしないで生きていける方法というのを考えなければいけないというふうに考えまして、レックに、入ってお勉強させていただいたという、そういうものでございます。どうぞ本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは南雲さん、今ちょっとお話伺ったんですけれども、会社で部下を抱えて管理職として、お仕事されていらっしゃった。で、その取り上げられた理由とかいうのも、もしよろしければ教えていただくと、そして司法書士、なぜ司法書士だったのかということもちょっと教えていただけるとありがたいんですけど、いかがでしょうか。はい、取り上げられた理由というのは、まあ、個人的な能力のなさというのを会社が思ったからという可能性もあるんですけれども、まあ、私自身はやはり、優れた人たちがどんどん入ってくる中で、50歳を超える人間というのはやはり管理職から外していって新陳代謝を図るということが必要なんだということを会社が思ったがために、まあ、そういったさ境遇になったのかと思っています。まあ、これ自身は会社の考え方で決して悪いものではないと思うんですが、ただそういう境遇に置かれる50代というのはたまったものではないということ でいずれ来るであろうリストラ の波をですね、どうやって、生き残っていくかというのを考える。で、その時にですね、考えたのが司法書士という試験です。毎年合格者が600人程度と非常に希少性のある試験です。あと会社に勤めながら、受けられる試験ということで、まず資格制限がないこと、それから、まあ、ギリギリですね、これぐらい の高難易度試験になりますと、まあ、かなり厳しいんですけれども、会社に勤めたまま合格することができる試験という資格ということで、まあ、司法書士試験選んでみたということでございます。ありがとうございます。それではレックを選んだ理由なんかを簡単に教えていただければと思います。お願いします。まずは海野先生にお会いできたからというのがございます。まずですね、私絶対にこのスクーリングで勉強しようと思ってました。背景がですね、バックグラウンドが理系なものですので、法律のことについては詳しくはございません。今はですね、会社で法務部というところにおりますけれども、決して法律のバックグラウンドがあるものではないので、ここはバックグラウンドをしっかりとしないといけないと思ったので、スクーリングをしようと。で、その時に選んだのが学校の立地条件です。会社と私の、自宅との通勤経路上にあるということが非常に重要で、そうしますと私が通ってましたのは渋谷、レックの渋谷本校なんですが、バス停にも近い、地下鉄の駅にも直結しているということで、ここは私にとって最高の立地だったということになります。で、他の予備校もいろいろ考えていたんですけれども、私幸いにして一番最初にですね、説明会を受けたのが海野先生の3月に開催された説明会で、ここでですね、海野先生の、まあ、話を直接フェイスとフェイスで聞いて、で、音量ですとか声の話し方、スピードですとか、あとですね、表情とか身振りとか手振りとか、まあ、そういったものを見たときに、あ、この先生でお任せして大丈夫だなと思いまして、即日契約をさせていただきました。南雲様の初級コースが私のクラス でその後2年目に実践力パワーアップ講座をお取りになって、こちらも通学で通われました。はい、で、その後3年目も実践力をですよね、2年目ちょっと、記述で失敗をされてしまったっていう話は、先ほど伺ったんですけど、2年連続実践力取って、じゃあ純粋運の子ということで純粋にいろいろ私の講義を、ね、取ってくださったようだったんですが、なんかこう私の講義聞いてみての感想をちょっとよろしければ、一言いただければと思います。ですね、海野先生の講義は、人を引きつける力がございます。
こういう言い方をするとですね、ふざけた言い方になるんですけれど、開校30分前に教室の前に並んでみたいという受講生をそういうふうに思わせるような何かがあるんですね。で、まあ、真面目な話をすればですね、先生 の, 受講をしていてですね、聞いてて疲れないんです。録画とかをですね、こうやって2コマ、まあ、最上2コマで何とか聞ける、それぐらい聞いてても疲れないということ、それからいただいた資料が非常に丁寧です。丁寧ですけれども、決して情報量が 多すぎるわけではなくて、必要なところはしっかり押さえているという、そういった資料の作り方にもですね、私はですね、感動を覚えました。すごく褒められてちょっとくすぐったい感じがするんですが、はい、では今まで勉強されてきて、こう失敗談、特にこれ聞いてくださっている受験生の方は成功談、を聞くよりも失敗談から学ぶことの方が多いんじゃないかなと思うので、何かこうこれ失敗したなっていうようなことを、例えば1年目2年目の中で、ご自分で思っていらっしゃることがあれば教えていただきたいんですけども、よろしくお願いします。2年目の失敗談をちょっとさせていただきます。2年目、私が失敗をした一つの理由として、期日の過去問ですとか模試の問題を集めすぎたというのがございます。で、本番の試験が近づいてくる中で、集めた期日問題が全く消化しきれていかない。で、消化スピードを上げるために、非常に雑なですね、解き方をしながら過去問等をですね、勉強していったことがございました。その結果起こったことが、その雑な解き方が体に染み付いてしまった。本番試験になってで、いざ回答用紙に向かったときに、答案構成用紙に書くような雑な書き方しかできなくなっていって、気がついたら変な記号みたいなものを答案用紙に書いている。で、おかしいおかしいと思っているうちにどんどん時間が過ぎていって、最後タイムアップ。私の2年目の試験は小答法 と,、不答法合わせて27点というですね、惨憺たる結果だったということです。それでは去年はちょっといつもと違ってコロナの影響で試験が9月に伸びましたよね。で、その3年目のところで、じゃあ成績はこう順調にこう上がっていきましたかね、それとも何かこう3年目9月に変更してしまったがためになさった苦労とか挫折とかあれば教えていただきたいんですけど。はい、私は3年目もある意味失敗をしております。これはですね、慢心というところをちょっとお話しさせていただきます。先生には宇野先生には、4月5月にピークを迎えて、その後、失敗をしてしまう中上級者というのが、まあ、案外いるんだということは講義で聞いていました。まあ、そうならないように私はですね、頑張ってたつもりだったんですけれども、やっぱり8月ぐらいになってですね、慢心が起こったんですね。私はもうこれで十分だ、私の学力は合格レベルに達していると思った。で、その辺りからですね、だんだん落ちていって、9月になったときに思いのほかですね、いろんなところが抜けているということに気がつきました。で、それは多分誤解だろうと思ってたんですが、実際に本番試験を受けてみたらそんなことはなくって、まさにですね、力はピーク時を過ぎているという感じで、午前が27問、午後が26問という、まあ、それまでの模試から考えるととてもありえないような成績で、なんとか基準点をクリアできたという、そういった状態でした。ですので、すみません、ですので私は敵は自分の心の中にありというのをですね、その時まさに思ったという次第です。でも、まあ、結果的に合格されたということは、択一が思いのほか伸びなくても、記述の方で、成功されたということですよね。はい、中上級者の強みというのは、あるところでしくじっても基準点さえクリアしていればどっかで挽回できるというのはあると思います。私は記述については、今回は 56.5 点という点数で、まあ、記述でですね、巻き返しをしてなんとか合格ラインに達したというところでございます。はい、ありがとうございます。それでは振り返ってみて、効果があった勉強法ですとか、もしくは1回目で受かるための、もし今考えると1回目で受かるためにこうしておけばよかったかななんてことがあれば教えていただきたいんですけども、はい。まず1回目で受かるため、一発合格をするためのお話をさせていただきます。私は当然一発合格をしていないので、私の経験が あまり役に立つかどうかは分からないんですが、一発合格を狙う人というのはとにかく時間が足らないんですね。ですので、その中でどうやって試験対策をしていくかということがすごく重要になってまいります。そういう意味では、宇野先生に言われたことだけをやる、宇野先生からもらった教材だけをやる、とにかくそれだけをやり続けて、でかつあとは過去問択一絞り込み講座 と、マイナー科目の山分けもしっかり受ける。そうしてですね、あとは
運を天に任せるということで試験に臨んだ方がいい成績、いい結果になるのではないかなというふうに思っています。2年目3年目というのはちょっと別の話になってまいります。2年目あるいは3年目はですね、時間がありますので、今までの自分の蓄積というものをうまく使いながら勉強することができると思っています。3年目の私の勉強の仕方をちょっとご紹介しますと、まずはテキストを読みました。一生懸命読んだ。その後ですね、同じ部分について先生の講義をダウンロードしてそれを聞く。で、耳で聞いたときに何か違和感を感じるんですね。で、その違和感が何かということを気になったときに、これまたテキストに戻っていって、でそこを見る。そうするとですね、自分の解釈に何らかの危うさがあるということを気がつくことがありまして、まあ、そういう意味では読んで聞いて読んで聞いてというのを繰り返すということがですね、3年目では良かったなというふうに思っています。それではこの試験、膨大な暗記の量が必要ですよね。はい、でその暗記ないしはこう記憶を維持するために心がけていたような勉強方法があれば教えていただきたいんですけど。これはお勧めできるかどうかは別なんですけれども、私はエクセルシートでいろいろな資料をまとめるというのをやっていました。最初はですね、土曜日日曜日やる気が出ないときにですね、先生から配っていただいたプリントをそのままの形でコンピューターの中にエクセルシートを使って入れるという作業をしていました。これは作業です。ですけれども、まあ、そのうち作業をしているといろいろと気になるところが出てまいりまして、まあ、そこをですね、見ながら仕事をして整理をしていくと、まあ、いろいろと弱点が見えてくる。お恥ずかしながらこういったものがですね、私が作っていたものなんですけれど、こういうものを作りながらですね、頭の中の整理をしていって、記憶の蓄積を図っていきました。本番試験ではここに今あるようなものはですね、画像的に頭の中に入れてしまっていて、問題を解くときにその頭の中に残っている画像と照らし合わせながら回答するというような、そういった作業をしておりました。何か講義で使ったテキストなんかに関しては、どう読み込みで使っていたかという工夫等あれば教えていただきたいんですけど。これもありきたりなんですけれども、100円ショップでですね、いっぱい付箋を買ってまいりまして、で付箋にですね、まあ、当然色が何種類もあるわけで、その色にですね、意味をつけていきました。赤は鉄板の知識ですけれども、まだ覚えきれていないところ、オレンジは鉄板ほどではないけれども重要なところでまだマスターしきれていないところ、イエローは重要なところ、グリーンはマスターしたところみたいな感じで、自分にですね、付箋に意味をつけて、でそれを付箋でペタペタとテキストに貼っていく。で赤いところは1週間に1回は戻ってきてちゃんと見て、記憶をですね、定着するというような、そういった作業をですね、延々繰り返してテキストの読み込みというのをいたしました。今先生が見てらっしゃるところがですね、私が実際に使っていた昨年のテキストになります。これは過去問なんかでもそうですか？はい、過去問でも基本的に同じでして、重要なところにつきましてはやっぱり付箋で、赤いのはやっぱり重要なところ、オレンジはそれに準ずるところみたいな感じでですね、付箋をペタペタと貼りながらやってきました。レックのその合格ゾーンは下のところにですね、記入欄はあるんですけれども、やっぱり3年目4年目になってくるとぐるぐる回しますので、それじゃ足らなくなってくるんですね。なので、まあ、そこも保管する形でですね、付箋を使っていたということでございます。なんか今こう見させていただくと、こう本文中に付箋貼ってあるところもありますよね。これは何か工夫、意味があるんですか？これもですね、恥ずかしい限りなんですけど、もともとはですね、付箋は本の横に飛び出てたんですね。で何回もやっていくうちにだんだんマスターをしてきます。で左側にになっているのはもう完全マスターで、もうこの問題過去問やる必要ないっていうところまで来たら、付箋はですね、一番左側のところに貼るということで、付箋をですね、中に貼る位置もですね、実は意味があるということです。これが自分で決めたルールなので、皆さんもそういった工夫をされれば、まあ、いいのかなと思っております。すごく視覚的にあれですね、パッと見て分かるような感じで、すごく工夫されていらっしゃるなというふうに感じるんですけども、まあ表の学習についてはその受講生さんにとってはですね、私表じゃなくて文章がいいのなんて方もいらっしゃるので、これは南雲さんが編み出した一つの方法として、絶対これじゃなきゃダメということではないと思うんですけども、ぜひですね、参考にしていただくといいのかなと思います。それでは実際に働きながら勉強されていたということなんですけれども、何かその点苦労されたこととかありますか？1年間の労働時間というのはだいたい2000時間と言われています。で私はですね、この司法書試験に同じぐらい、できれば2000時間をですね、当てたいと思っておりまして、どういうふうに時間を作るかというのが一番の悩みどころでした。そこでやりましたのが、通勤時間を勉強に当てるというもので、朝の5時
家を出まして、ほぼ始発の列車で会社に行くことにしました。であえてですね鈍行列車を選んで、でその中で1時間ほどテキストをしっかり読むと。でそうしますと会社には7時前に着いてしまうんですね。当然始業前ですので、会社に着いたら、不登法の記述を1問解く。でお昼休みに小登法の、記述の問題を1問解く。でそれ以外は全部会社のために一生懸命仕事をする。で残業しないようにするために必死になってですね普通の業務時間に働くと。周りから見るとこの人急にスイッチが入ったというような感じに見えたかもしれないんですが、そんな形でですね仕事と勉強の両立を図っていきました。お話聞いてると本当に頑張られたんだなと思うんですけど、なんかこうモチベーションっていうのをずっと言ってでいらっしゃいましたが、なんかこうモチベーションが下がっちゃった時の方法ですとか、なんかそういうモチベーション維持の源泉となるようなものがあれば教えていただきたいんですけど、はい、これもあまりいい話ではないんですけれども、50代になってまいりますと、やはりリストラというのが足音が聞こえてまいります。で私は社告でですね同期が例えば子会社に出向になった、転籍になったみたいなものを見ますと、これはやばいと、もうすぐ俺のところにも来るぞということで、社告がある意味私のモチベーションになっていたというのはございます。それでは今南雲さんからいろんなお話伺って、本当にですね何もかもためになるお話ばっかりなんですけど、お時間も、そろそろですね、迫ってきましたので、これから司法書士を目指す特に、我々の同じこう中年世代にとってですね、働き盛りとも言うと思うんですけれども、この同年代の方に向けたメッセージといいましょうか、司法書士をこれから受験しようかどうか考えていらっしゃるようなですね、方にメッセージをお願いいただければと思います。よろしくお願いします。会社はですね私たちの期待ですとか努力というのを案外容易に裏切ってきます。これは会社の方針とか戦略がありますので、それはしょうがないことだと思っています。私も過去にそういったポジションにいて、いろいろな人にですねそのやってほしくないようなことをやらざるを得ないというのがあったんですが、やっぱりその立場になってみると辛いんですね。で、会社は私たちを裏切る。だけれども学習の努力というのは決して裏切らない。しかもですね模試の点数となって可視化してですね見ることができる。なので学習の努力というのは私たちを裏切らない、決してですね諦めずにやるということが、中高年の社員にとってはいいモチベーションになるのかなというふうに思っております。はい、非常に貴重なお話をありがとうございました。なんかこう中高年の方、これ聞いてらっしゃる中高年の方、なんかすごく多分ですね画面の向こうで、何かやる気になった方が多いんじゃないかなと思います。今日はですね働きながら、フルタイムで働きながらですね3回目の受験でもって合格された、南雲さん、令和2年の司法書士の最終合格者ですのにいらしていただきまして、貴重なお話をいただきました。皆さん勉強中の方も、そしてこれからですね、勉強を始めようという方にも多分ですねいろんな南雲さん自身の経験値が伝わったんじゃないかと思います。それでは今日はですね貴重なお話をいただきましてどうもありがとうございました。以上にてミニ動画ですね、合格者南雲さんをお呼びしての動画をおしまいにさせていただきたいと思います。ご清聴どうもありがとうございました。